耳から学ぶヨガナンダ氏の教え 8-1 自己分析人生を支配する鍵1危機物語。皆さん、自我意識の小さな城を出て魂の解放という広大な野山を歩き回ろうではありませんか。時が絶えず前進しているように、あなた方の魂も人生をより一層神の中に広げるために前進しなければなりません。それは人生における最も大切な義務です。しかし、それを始めるきっかけはしばしば習慣という堆積物の下に埋もれています。そのゴミの山を取り除いて、あなたの人生を実りあるものにする成功の種をまきなさい。自己の存在の意義とその真の価値を見出すことは人間にとって最も重要な仕事です。その達成に向かって努力するとき、あなたの人生は価値あるものとなるのです。人はこの人生という宇宙映画から学ばなければなりません。我々はそれを理由もなく見せられているのではありません。我々は毎日違うシーンを見せられますが、それらにはそれぞれ教訓が含まれています。あなた方は人間として生まれたことの最高の目的、すなわちこの宇宙映画を背後で映し出しておられるお方を知るという唯一の目的のために、この毎日の教訓を学ばせられているのです。自己分析をしない人の人生はロボットと同じ。ほとんどの人が自己分析ということをしていません。彼らは精神的には環境という工場で機械的に生産されている製品のような毎日を送っています。3度の食事と仕事と遊びに行くことと寝ることの毎日です。彼らは自分が何を求めているのか、なぜ求めているのか、またなぜ完全な幸福や永続する満足が得られないのか知りません。自己分析を怠っている人は環境に支配されて機械的に動いているロボットと同じです。自己分析は人間として進歩するための最高の技法です。人間として生まれた以上、誰もが冷静に自己を分析することを学ぶべきです。毎日自分の考えたことや抱いた欲望を書き留めなさい。そして自分のありのままの姿を見定めなさい。想像の自分ではありません。誰でも自分の好ましい姿だけを想像したがります。ほとんどの人はこうして自分の欠点を直視しないため変わらないのです。人は皆遺伝と環境の産物です。アメリカに生まれた人はアメリカ人気質を表し、中国やイギリスに生まれた人はそれぞれの国の国民性を強く表すようになります。あなたの現在の環境はあなたの真の遺伝、すなわち前世で身につけた性格や欲望がもたらしたものです。あなたを今の家族や環境の中に生まれさせたものはあなたの過去世からの遺伝です。偉人たちの家族について書かれたものを読んでみると、偉人の子供たちが必ずしも父親または母親と同じような器量を持っていないことに気がつきます。このように生物学的遺伝が必ずしも人間に当てはまらないことは大きな疑問を感じさせます。植物や動物の場合、良い品種や良い血統は良い子孫を生むのに、どうして人間は同じようにいかないのでしょうか。この疑問を解くには人間の内部にある隠れた生命経験にまで探りを入れる必要があります。過去世の性格が現在の自分に影響を与える。文学者の家族の中に文学に全く興味を持たない子供がいることは珍しくありません。文学好きな人たちの中で育てられても少しもそれに馴染もうとしません。なぜでしょうか。それは普通考えられているような生物学的遺伝や環境的影響だけでは説明できません。実は人間にはこれらの要因の他にもう一つ天性という要因があるからです。人がある家族の中に生まれてくるのは、彼が
その家族と何らかの性格的類似点を持っているからですが、その家族の人たちも魂としてそれぞれ前世から独自の性格を持ち越してきているため、同じ家族でも必ず特定の生物学的遺伝による類似性の他に一人一人異なる性格の違いがあるのです。人がある家族的、社会的、国家的環境の中に生まれてくるのは偶然ではなく、前世のカルマによって自ら選んでそこへ生まれてくるのです。ですから我々は自分の運命の設計者です。今自分がどんな性格でどんなことに強い興味を感じるかを分析すれば、来世でどんな人間になるかということもおおよそ予測することができます。自分で始めたことは自分でやめることもできる。ですから自己分析は魂の進歩のためには大切なことです。例えばあなたが悲劇小説が好きで今まで何年も愛読してきたとすると、当然これから後もずっとそれを続けていこうとするでしょう。しかしあなたが今自己分析をして、自分がいつも悲劇小説に読みふけっているために性格がだんだん暗くなってきたと気がつけば、これからはもっと明るい精神的または霊的向上に役立つ本を丁寧に読む習慣をつけようと思うでしょう。そうすればあなたの人生の方向は変わってきます。強い決意で実行すれば速やかに自分を変えることができます。しかし優柔不断では長い間の習慣を変えることはできません。長年の悪習ときっぱり縁を切るには、あらゆる決意を傾けてそれを排除し根絶するまでその努力を続けなければなりません。ほとんどの人はその根気に欠けているのです。自分で始めたことは自分でやめることもできる。この真理をあなたも自分に言い聞かせて挑戦すべきです。自己分析をするときは自分の弱点を取り除いて、自分を必ず理想の姿に作り上げようという不屈の意志を持ちなさい。自己分析を行い自己の欠点を直視すると、ともすると改善の意欲を失うほどその根深さに圧倒されることがありますが、決して負けてはなりません。宇宙のどんなものも想念から作られる。最近想念は内分泌腺によって作られるという説が出ていますが、この考え方には根拠がありません。肉体は想念を作り出すことはできません。心は小宇宙と大宇宙の建築士です。ちょうど水が冷やされて凝結すると氷になるように、想念が凝結して物質の形をとるのです。宇宙のすべてのものは凝結した想念です。内分泌腺も小宇宙的想念の青写真が物質化したものです。しかし人間の心は肉体と深く関連し合っています。肝臓に障害のある人が気難しいことはよく見られるところです。不愉快な気分の時は人に笑顔でごきげんようなどと挨拶する気にもなれません。そして不愛想になります。このように気分も考え方も体の状態に左右されます。体が弱くなると心の力もそれに影響されて弱くなります。普段肉を大量に食べている人はとかく不機嫌になりやすく、いつもイライラしがちです。あなた方も1週間ぶどうジュースだけの断食をすれば気分が高揚したようになり、周囲の誰とも調和したくなるでしょう。最近私が会った70歳の男性は大層寒い日でしたが、薄地のスーツだけでコートも着ず靴下も履いていませんでした。それでも彼は全然寒くないと言っていました。彼は自分の体を寒さに慣らしてしまったのです。精神が体に及ぼす影響は体が精神に与える影響よりも大ですが、それでも体内の化学成分は絶えず精神に影響を与えています。体と心とは互いに影響し依存し合っているのです。